どうも皆さん、藤山です。突然ですが皆さん、拷問好きですか？まあこの世には軽めの拷問でハーハーしてる人たちもいますが、残念ながら今回の動画には女王様は登場しません。今回は江戸時代に行われていた現在では考えられないほど厳しい拷問を皆さんにご紹介していきたいと思います。昔の拷問といえばやはり有名なのが中世ヨーロッパの鉄の処女アイアンメイデンですね。まあしかしこれは海外の拷問器具です。日本の有名でみんなが知っている拷問ってあまりないと思うんですよ。鉄の処女なんて名前もついている海外の拷問器具はかっこいい響きですよね。日本で鉄の処女といえば与謝野晶子でしょうか。日本が誇る鉄の処女については以前の動画で紹介しているので、ぜひそちらをご覧ください。では早速一つ目の拷問を見てみましょう。一つ目は水攻め。水攻めは書いて字のごとく水で拷問するものですが、江戸時代に行われていたものは水牢というものです。これは腰ほどの高さまで水が入った風呂場のような牢屋に閉じ込められるようなものです。この拷問のきついところは水に入り続けると体温が奪われるところにあります。皆さん夏にプールや海に行った時に思うことがありますよね。特にプールサイドや砂浜に座っている時です。あれ寒くね、と。なんと人間の体は水の中にいると空気の中にいる時と比べて約25倍のスピードで体温が奪われてしまいます。そのような体温が奪われる環境にいると最終的には低体温症になってしまう可能性もあります。低体温症まで行ったが最後、あとは三途の川を渡るだけです。もし水が10度ほどだったら1時間程度でも致命傷になります。この水攻めの怖さが分かってきたところですが、この拷問のやばいところは他にあります。そう、皮膚がふやけるのです。皆さんも長風呂をした時に経験したことがあると思いますが、人間の皮膚は長時間水に触れているとふやけていきます。この皮膚のふやけによって皮膚はどんどん柔らかくなり、ちょっとした刺激で皮膚は破れて出血してしまいます。ふやけた皮膚では止血もうまくいかないでしょう。そうするとその後は、皆さんもうお分かりですよね。そしてその水攻めに使われていた水牢が実際に見られる場所があります。それは群馬県吾妻郡東吾妻町の町指定史跡池の薬師水牢の跡です。この水牢は約 11.8 メートル四方を掘り下げ、深さ260センチほどの水を溜めたものとなっています。その土地の当時の沼田藩主は税を納めることができなかった農民の妻子を 4,5 人ずつ縄で縛って水牢に投獄し、その中に溜めた水の中に立たせたそうです。この水牢自体もやばいですが、これを使う人間も相当狂ってますよね。2つ目は三角木馬です。この三角木馬は知っている方も多いでしょう。現在ではまあなんていうかハーハーする目的で使うこともあるみたいですね。実際に使われていた江戸時代には非拷問者は盗賊、年貢滞納者、隠れキリシタンなどが対象でした。全裸または下半身を裸にした上で体を拘束してまたがらせ、本人の体重で股間に苦痛を与えていました。また石などの重りを足にくくりつけて荷重する場合もあり、現在使われる方法での苦痛とは比べ物にならないでしょう。しかしこの拷問は女性に用いられることが多かったそうです。三角木馬の当たる股間部分は皮膚が非常に薄く肛門もあるため、拷問が長時間に及ぶと損傷を受け出血し、避けることもあったそうです。もう想像するだけで身震いしてしまいますね。しかし江戸時代の土方お定め書きには鞭打ち、石抱き、エビ攻め、釣り攻めが公認の拷問となっており、木馬攻めは死刑などに用いられたと考えられています。まあ、そもそも拷問に公認とかあったのも驚きですよね。三角木馬、現在では想像もつかないほど厳しい拷問でした。私の三角木馬のイメージも変わってしまいました。そして3つ目の拷問は先ほどちらっと出てきた石抱きです。この石抱きはその名の通り1枚50キロほどの石の板を正座した膝の上に重ねるという拷問です。もうこれは分かりやすくきつそうですよね。そもそも正座が拷問みたいなとこありますけど、これがその様子です。これはえぐいですね。1枚約50キロですから250キロですよ。想像もできません。っていうか下になんか置いてますね。これはアウトです。まあでも実際に石は4枚程度まで乗せられていたそうです。最初の回では4枚まで一気に乗せて恐ろしさを存分に分からせます。分からせ、ちょっといい響きですけどね。次回になると徐々に時間をかけて1枚ずつ乗せていって、ステップアップしていく苦痛を感じさせます。感じさせる、
ちょっといい響きですけどね。実際には拷問台から降ろされると歩行はおろか立つことすらできないそうです。担がれて牢屋に戻された後、回復には何日もかかるみたいです。ちょっとふざけてしまいましたが、これは相当きつい拷問でした。さて、今回は日本の江戸時代に行われていた拷問を3つ紹介しました。今まで人物に限った紹介でしたが、今回は拷問に絞ってみました。皆さんどうでしたでしょうか？皆さんがやってみたい、やられてみたい拷問があったら、ぜひコメント欄からシェアお願いします。皆さんのコメントお待ちしております。昔の日本にはまだまだたくさんの拷問が存在していました。この動画が好評でしたら、2本目、3本目と紹介させていただこうかと思っております。また動画のリクエストなどありましたら、ぜひそちらもコメントで共有してもらえるとありがたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。